南三陸町役場に訪れたのは、南三陸高校の3年生2人です。佐藤仁町長に寄付金の目録を手渡しました。南三陸高校では台湾地震発生後、生徒が自主的に町内の商店街や校内で募金活動を行ってきました。4月6日から8日までに集まった募金はおよそ18万円に上ります。私たち高校生と同じ。 年の子たちが今まで通りに生活できるように役立ってほしいです。高校生が持参した寄付金は町などが行っている支援募金と合わせ、今月中旬ごろに台湾へ送られます。